加藤コーチ。はい、こんばんは。今見事な、あの今平行時の後衛のポジションですよね。そうですね。あのボレー見せていただきましたが、結構あのそのポジションでボレー悩んでる方いらっしゃるんですけど、加藤コーチはどのようなことを心がけてるか、ぜひ解説お願いします。そうですね、自分のボールがどんぐらいこう相手に影響あるのかなっていうのを考えて、まあ、いいボールがいけばちょっと甘くなるだろうなっていう見立てで、ちょっと前に入っていこうっていうのがあるんですよ。ちょっと相手がしっかりバランスよく振ってくるなっていう時にはちょっと守るような感じで打ってます。なのでちょっといいボールがいった時には詰める意識持って入ることによって、まあ叩けたりとか落としたりすることができるので、少しまあ自分のボールどういう状況かなっていうのをよく見て動きを入れてもらうといいと思います。じゃ結構いいボール、深いボールとか打って相手が苦しそうになったらちょっと入ったりすると。そうですね。あとはスライスで返すだけかなとか、しっかり構えて打ってくるなとか、そのちょっと見ながら。ということは結構あのボール打って相手を見てないとダメってことですよね。そうですね。じゃないといつ詰め、ね、いつ攻撃入るかとか、逆にちょっと守備的にするかとかいうのが分からないですよね。自分のボールはもう打ったらもう行っちゃってるんで。はい。あとは相手がどういうバランスなのか、何打ってくるのかっていうのをちょっと観察してもらうと分かりやすいと思う。なるほど。じゃあ相手の格好をよく見て、相手のバランスが崩れてるようだったらちょっと攻撃的に行くし、逆にちょっと相手のバランスが良くてちょっと攻められそうな時は守りに入るというところですかね。そうですね。はい、加藤コーチ、非常に分かりやすい解説ですね。じゃあ最後にもう一回だけやっていただいていいですか。ぜひよろしくお願いします。はい、なるほど。今ちょっといいボール入ったんで前詰めましたね。これもプレッシャーかけましたね。いいボール入ったんでね、打って相手の体勢を見るっていうのも結構ポイントです。今のも崩れてたんでね、前入りました。ありがとうございます、加藤コーチ。非常にあの今の最後なんかもそうですけど、やっぱりいいボール入って相手のバランスが崩れたんでちょっと前に詰めると。何か何でも詰めるってことじゃないですね。ちょっと相手の状況を見てですね。そうですね。やっていくと。非常にあの分かりやすい解説とナイスプレー。ありがとうございました。ありがとうございました。